皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はいよいよ聖女で最も重要な儀式である大食材日について学んでいきたいと思います。はい、この大食材日については、はい、あまりにも奥が深くてとても1回では終わりきれませんので、今回と次回の2回に分けて前編後編としてお伝えしていきたいと思います。はい、この大食材日とは一言で言うと、私たちが救われるか救われないかという非常に厳粛な儀式なんですね。うん、今まで学んできた聖女の儀式は、罪人がたとえ罪を犯してしまっても、悔い改めて再祭をすることでその罪を許していただけるという話でしたけれども、それだけでは最終的な救いとはならないわけですね。そうですね。その続きがあるということでしょうか。そうですね。ここで財産と救いについて考えるために、次の引用文を読んでみたいと思います。罪に関する重要な真理がこの年ごとの務めによって民に教えられた。1年間にわたって捧げられた財産によって罪人に代わるものが受け入れられてきた。だが生贄の血が罪に対する完全な贖いを果たしたのではなかった。それはただ罪が聖女に移される手段を提供したに過ぎない。罪人は血を捧げることによって律法の権威を認め、律法に違反した罪を告白し、世の罪を除くお方への信仰を表明した。だが彼は律法の宣告から完全に解放されたのではなかった。財祭はある意味罪を聖女に移すための儀式だったということですよね。そうですね。もちろんイエス様の血の効力は完璧であって、心から悔い改めて告白した罪はその度ごとに完全に許されると御言葉にもありますが、はい、その後にどのような儀式がさらに続いていきますか。実はモーセの時代ですね、イスラエルの民によって毎日行われていたこの財祭によってですね、彼らの罪は聖女に移され、そこには約200万人分ですね、しかも1年にわたる罪があるわけですよね。そのような罪で汚れた聖女を1年に1回ある方法によって清める儀式が大食材日だったわけですね。はい、ここでレビ記16章の16節を読んでいただけますか。イスラエルの人々の汚れとその咎が、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに聖女のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに彼らと共にある会見の幕屋のためにもそのようにしなければならない。はい、この聖句によれば聖女のために贖いをしなければならないと書いてありましたね。はい、でも人間のために贖うのはわかるんですが、聖女のために贖うと言われてもなんかピンとこないですよね。そうですね。それについて考える前に、ここで贖いの本質についてですね、確認しておきたいと思います。はい、先ほど触れましたが、財祭による贖いはまず罪人本人から十字架のキリストを象徴する犠牲の動物へと罪が移されますよね。はい、さらにその移された罪は、今度は大祭司キリストを象徴する、祭司職、祭司がですね、その罪を背負って、そして聖女の中に運びました。はい、そう考えると贖いというのはキリストの血の功績を添えて外庭から聖女の建物の中へと順々に罪を移していくことなんですね。そしてこの聖女のための贖いも同様に罪を聖女から次の場所に移すわけですね。レビ記の聖女の儀式を通して、罪が聖女の中にまで移される必要があって、外庭で行われた財祭だけでは贖いは完了しないということがはっきりと理解できますよね。そうですよね。ところで罪はどこから始まったんでしょうかね。最初に天で反逆が起こったことを考えると、サタンが罪の創始者ですよね。そうなりますよね。つまり聖女のための贖いというのは、大祭司が聖女に記録されたその罪を聖女から今度は
サタンに移すという儀式なんですね、うん、やはり私たちは普通あがないというと、まあ、罪人のためのあがないというふうに考えるものですが、うん、まあ、聖女という場所のためのあがないという表現にやっぱり戸惑う方もおられると思いますが、そうですよね、はい、まあ、聖女と言われると場所のことを表していると思われがちなんですが、はい、聖書のコリント第一の手紙の6章の19節には、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのであるとありますので、はい、聖女のための贖いとは私たち人間の贖いと密接に関係してるんですね。だから先ほどの聖女のための贖いとは、すなわち人間を贖うことも含んでいるわけですね、はい、そしてその回復の過程で最終的に罪の責任をどこに移すかということが大贖罪日のテーマになるんですね。ここでレビ記16章の7節から10節まで読んでいただけますか。アロンはまた2頭のヤギを取り、それを会見の幕屋の入り口で主の前に立たせ、その2頭のヤギのためにくじを引かなければならない。すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。そしてアロンは主のためのくじにあたったヤギを捧げて、これを財祭としなければならない。しかしアザゼルのためのくじにあたったヤギは主の前に生かしておき、これを持って贖いをなし、これをアザゼルのために荒野に送らなければならない。はい、ここに2頭のヤギが出てきますが、そのうちの1頭がくじ引きによってサタンを象徴するアザゼルという役割に選ばれるんですね、はい、そして最終的には罪人がこの財産によって今までずっと聖女に移してきた全ての罪をこのアザゼルのヤギに戻して、背負わせて、それを生きている状態で荒野に送るんですね、うん、それが聖女の贖いだったんですね、はい。まあ、でもサタンを象徴するアザゼルはどうしてその時に滅ぼされないで荒野に放たれるんですか。そうですよね、まあ、この荒野というのはキリストの再臨直前に神の刑罰によって壊滅状態になった地球を表していて、まあ、この時にはもう人間は誰も地上に存在しないんですが、はい、アザゼルに象徴されたサタンは文字通り千年間悪天使と共に地上を放浪するんですね、うん、先ほどのアザゼルのヤギが生きたまま荒野に放たれるという儀式はまさにそのことを予言してるんですね、うん、ちょうどそのことが黙示録の20章の1節から3節にありますので読んでいただけますか。また私が見ていると、一人の御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から降りてきた。彼は悪魔でありサタンである竜、すなわちかの年を経た蛇を捕らえて千年の間つなぎ置き、そして底知れぬところに投げ込み、入り口を閉じてその上に封印し、千年の期間が終わるまで諸国民を惑わすことがないようにしておいた。その後しばらくの間だけ解放されることになっていた。はい、このように罪の創始者であるサタンに聖女にあったすべての罪が戻されることによって初めて聖女は清められて正しい状態へと回復するんですね、はい、つまり本来神様がお住みになるための聖女として創造された私たち人間も同じように清められて完全に元の創造当初の清い状態へと回復するというふうに理解することができるんですね、うん、しかし無事にアザゼルのヤギに全ての罪を移し終えるまでは誰も救われたと安心することができなかったんですね。希望する人は誰でもアザゼルのヤギに罪を移してもらえたわけではないんですね。そうなんですね、実は大贖罪日の恵みに預かるためには2つの点において調査される必要がありました、はい、まず1つ目としては、全ての罪が悔い改めによってその人自身から聖女に移し終えられているかということですね。もし
毎日の財債をきちんと行っていなければ、当然その人の罪は許されず、すべて聖女に移されてはいなかったということになります。はい、そうするとその罪の記録は当然アザゼルのヤギではなくまだその本人に残っているので、神からその責任を問われるわけですね。大食材日に預かるための方法をこうしてきちんと前もって神様が教えてくださっておられるので、私たちはいつも自分の心の中を深く探って、罪をまだ隠し持っていないか、見ないふり気づかないふりをしていないかどうか、吟味していかなければいけないということなんですね。本当にそうなりますよね。さらに2つ目の点は、大食材日に至るまで聖火の結果として与えられる御霊の実を結んできたかどうかということになります。はい、言い換えれば、罪から離れる生き方を目指して神の助けを求めて従う生き方をしてきたかということですね。これが反祭を真心から捧げる者の精神ではないかと思います。ここでレビ記23章の27節から29節を読んでいただけますか。特にその7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き、身を悩まし、主に火災を捧げなければならない。その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のために、あなた方の神主の前に贖いをなすべき食材の日だからである。すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるであろう。はい、この大食材日はユダヤ暦の7月10日でしたので、私たちの暦では秋の季節になりますね。はい、この時期に至るまで一年中日々の財祭を怠らず、真心から朝夕の反祭を捧げる精神を持っている人でなければ民の内から断たれる、つまり救われないということになるんですね。はい、だから大食材日は神の裁きの日とも言われているんですね。本当に罪を憎んで罪から離れたいっていう思いを持って神様に助けを求め続けて罪に抵抗して戦ってきたかどうかを神様は調べられるんですね。そうですよね。決して恐怖心や強制された罪からの決別ではなく、その人自身の自由意志から出たものをお喜びになって、実際そういうふうに生きてきた人しかお救いになることができないんですね。そうなりますよね。以前も学んだかと思いますが、モーセの時代に聖女でなされていた大食材日の儀式を、このように学ぶことによって、今実際に天の聖女においてなされている神の審判が、どのようなものであるかを私たちは知ることができるんですね。はい、地上の聖女で行われたことは現在天にある聖女でも全く同じように進行していくっていうことなんですね。はい、だから私たちこれから何をしたらいいのかということを知るためには、この聖女の儀式をレビ記から学ぶことってとっても重要だっていうことが分かりますね。そうなりますよね。ここでもう一つ、今日学んだ大食材日についてのポイントをですね、分かりやすく説明してある引用文を読んでみたいと思います。また財祭が犠牲としてのキリストを指し、大祭司が中保者としてのキリストを表す一方、アザゼルのヤギは罪の張本人であるサタンを象徴していて、彼の上に誠に悔い改めた者たちの罪が最終的に置かれるのだということも分かった。大祭司は財祭の血によって聖女から罪を除去したときに、それをアザゼルのヤギの上に置いた。キリストが彼の務めの最後にご自身の血によって天の聖女からご自分の民の罪を除去されるとき、彼はそれをサタンの上に置かれる。サタンは審判の執行において最終的な刑罰を負わねばならない。アザゼルのヤギは人里離れた地へと追い払われ、イスラエルの救えには二度と帰ってこなかった。そのようにサタンは神と神の民の前から永遠に追放される。そして
罪と罪人の最終的な滅亡の時に消し去られるのである。今日は罪が順々に移されて、サタンを表すアザゼルのヤギに悔い改めた人々の罪が負わされて、罪の問題が完全に解決する聖女のための贖いについて学びました。はい、聖女のすべての儀式は大贖罪のためにあると言っても過言ではないと思います。私たちを悩ませていた罪と、その創始者であるサタン自身が完全に滅ぼされて、もう罪に支配されることが永遠になくなることによって、これ以上イエス様を悲しませることがなくなるということは本当に素晴らしいことですよね。本当そうですね。こうしてやっとイエス様にご栄光が着せられるんですね。そうですよね。予言の研究によれば、今まさに私たちは大贖罪の時代に生きていることになります。言い換えれば、日々の悔い改めと罪からの回復のためにどれだけ人生をかけているかが運命の分かれ道になるかと思います。今回はこのくらいにしておきたいと思います。はい、次回は聖女の学びシリーズの最終回となります。はい、聖女を清める大贖罪日の後編、神の契約の完全なる成就というテーマでお送りしたいと思います。はい、ぜひご覧ください。それではさようなら。さようなら。